イエーチャンネル、イエーイエー TBS の社員が10代の少女を誘拐して逮捕されとったな。逮捕された人の名前はヨが名字で、多分今日が名前な。日本人なんかどうかわからんけど、まあ、ヨキョウ容疑者30歳って書いてあったわ。まあなんかヨわからんの。TBS に入社したのが2015年って書いてあったっけ。あれか、入社3年目になるのか。ヨやな、多分大学院出てもかな。まあ、もったいないよな、それが TBS 入ったのに。報道する側が捕まっとるけな。まあソースが朝日新聞だったな。まあそれはええか。まあでもまあ連れ回しとったのは事実やな。自宅に連れ込んで何したか分からんけど、ほんと言うよ。まあやな、 TBS もうさんくさいけ。まあちょっといい薬になったかもしれない。ならんか。ならん。えか。ならん。え。どんどん顔がこっちに行くの。こうなっちゃう。こう。えだな。まあみんなも若い女性が好きじゃろうが。まあその辺はあれよ、まあ法に触れん程度にやってくれや。まあいっか、よくないか。まああれよ、まあまた投稿するわいな、動画見てくれ。じゃあ。